動画とか映画で使う音、いろんな音ありますよね。例えば演者がいるような時はその声だったり効果音だったり、あと環境音だったり、その音の音量ってどんな基準で決めてますか？最適な音量を設定しないと、せっかくのね動画のクオリティが半減してしまいます。今回は最適な音量って一体どのぐらいなのかを僕なりの基準をシェアします。スイツラバチャンネルのスイラバです。いらっしゃいませ。 YouTube でシェアされているチュートリアル動画、まあ例えば画角をどうすればいいかとか、あとカメラの動かし方、カメラムーブとかね、あとカラコレ、カラグレっていうねやり方、映像に関するもの結構多いんですけど、音のチュートリアルってその映像に比べて少なくないですか？動画って映像と音の2つがあって成り立ってると思うんですよね。なのでまあ映像も大事だけど、もちろんね音も重要なんですよ。音には例えば没入感を与えたり、あとは感情をね動かしたりもできるし、情報を正確に伝えるっていうこともできるんですが、まあ、この音の音量を間違えると途端にね聞き取りづらくなったり、こう耳障りになったりするんで、映像のクオリティを上げたいなら音にもしっかりこだわった方がいいです。で、今回はその音ということで、音声、効果音、BGM、 この3つに絞って、どういうシチュエーションで、まあ、どのぐらいの音量が適しているのかをねシェアします。で、基本的に編集ソフト上ではこういったオーディオレベルを表示させることができるんですが、まあここのね一番上0デシベルを超えると、いわゆる音割れといって、音の収録に失敗するとこんな感じでこう頭打ちの波形になって、いくらこう編集ソフト上で原因を下げても音割れした部分っていうのはね戻ってこないんですよ。なので、まあ、こういったミスのないようにマイクの原因調整、音量ね調整をしなきゃ、入力のね調整をしなきゃいけないんだけど、じゃあ一体どのぐらいに調整すればいいのか悩んでる方もいるんじゃないかなって思うんですよ。僕の経験上、だいたいこういうね音声声の場合は、収録はねマイナス8からマイナス12デシベルぐらいを狙って調整してます。で、どういうふうに調整するかっていうと、ソニーのカメラで言うと、ここのねソニーのカメラで言うと、ここにある後ろにあるファンクションボタン、ファンクションキーを押して、デフォルトだと一番左上のこのマイクの、アイコンがあると思うんですよ。このアイコンを、決定して、でダイヤルを回しながら自分でこう喋ってみて、マイナス8からマイナス12に収まるようにダイヤルを調整すれば OK。 ただ厳密に言うと、マイクの入力レベルで音量を調整するのではなく、マイクの距離で、ここのね距離で音量をコントロールした方が、まあそのノイズ的な感じ観点から言うといいんですけど、まあなかなかねワンオペだとそのマイクが映っちゃうとか、こうマイクブームオペレーターが他にいないとかあるんで、ワンオペだとなかなか難しいと思うので、まあ今回はとりあえずねこのマイクのダイヤルで調整しておけば OK かなと思います。それからカメラ側でも音量をね、マイクの音量を上げるってことはできるんだけど、一般的にそのカメラの内蔵アンプっていうのはノイズの影響結構受けやすいものが多いんで、できるだけこのマイク側で調整してあげた方がいいと思います。これは持ってるマイクで実際に試してみて、まあ、ノイズがどのぐらい乗るのかを試してみるのをねおすすめします。あとは収録したマイナス8デシベルからマイナス12デシベルぐらいの音声を編集でマイナス3デシベル前後に原因を調整して聞き取りやすい音にしてみてください。まあでもね、編集でマイナス3デシベルに上げるんであれば、そもそも収録の時点でマイナス3デシベルで調整した方が良くないって思う人もいるかもしれないんですけど、こう人の声ってやっぱねテンションが上がってきたり、だんだんねこう抑揚がついてきたりするんで、急に声がね大きくなったりするんですよ。そういう時にマイナス3デシベルで常にねこの収録する時にマイナス3デシベルで調整してると、音割れする危険性っていうのもあるんで、まあ、収録の際はマイナス8からマイナス12デシベルくらいを狙った方がいいってことですね。
じゃあ次は効果音の音量ですね。音にこだわり始めると、その映像のカラコレとかカラグレと同じようにサウンドデザインも考えるようになると思うんだけど、まあ、その時によく使われる効果音、無料で配布されている効果音だったり、あと有料だけど、高品質のね BGM とか効果音をロイヤリティフリーで使える、まあ、僕はアートリストを使ってます。あ、ちなみにね、この動画の詳細欄に仕事でも使えるこのアートリストを契約するときに、サブスクの期間をね、あの2ヶ月間延長される特別な URL をあの概要欄に記載してるんで、もし高品質な効果音とか BGM をね、著作権に悩まされずに使いたいって人はチェックしてみてください。で、話戻して、効果音ってたくさんあるんだけど、結構ね、あのいろんな YouTube 見てると効果音の音が大きすぎるってこと多いんですよ。その効果音によって、その全然基準っていうのも変わってくるんだけど、僕の基準としては、まあ、効果音を使うときはマイナス15からマイナス20デシベルにすることが多いです。結構そのシチュエーションによってあの変えることはあるんですけど、自分が思っているよりもちょっと小さめの方が僕はいいんじゃないかなって思ってます。効果音についてまたね、別の動画にしようと思ってるんで、サウンドデザインをこれからねやってみようかなって思ってる人はチャンネル登録してちょっと待っててください。それから最後 BGM ですね。これは大きく分けて、まあ、2パターンあるかなと思います。一つは、まあ、こういう感じで喋ってるインタビューとか演者の声が入ってる時の後ろで流れてる BGM、 それからもう一つは BGM だけを流す時の音量ですね。音声がこういう風に流れてる時は BGM の役割って雰囲気なんで、まあ、なるべくこう音声にね集中してもらえるように、僕はだいたいマイナス28からマイナス30にコントロールしています。まあ、曲によっては元々の音量が大きなものもあるんで、少しこれでねレベルをコントロールしたりするんですけど、まあ、基本的に人が喋ってる時の裏で流す BGM の音量はマイナス28からマイナス30ぐらいで、調整してることが多いかな。それから、まあ、音声がない BGM だけの場合ね、これはまあどういう動画にかによっても結構変わってくるんだけど、まあ、僕が使い分けてるのは BGM をこうしっかり聞かせたい時はマイナス5ぐらいで、主体が映像の時、 BGM じゃなくて映像を見せたいって時はまあマイナス15デシベルぐらいにすることは多いかもしれないです。まあ、これも曲によって結構ばらつきがあるんで、この辺は好みで変えてもいいかなと思ってます。さあ、いかがだったでしょうか。このチャンネルではね、こういった、撮影とか編集のチュートリアルを動画にしてたり、あとは、撮影機材とかガジェットの、レビューなんかもしてます。今回は、まあ、いろんなね音の最適な音量についてシェアしたんだけど、まだまだね音に関していろいろねシェアできることがあるんで、まだチャンネル登録してなかったって人はぜひね、チャンネル登録とベルボタン、高評価を押してくれると嬉しいです。それじゃあまた次の動画で。